江南町は埼玉県の北部に位置していた町である。町名は荒川の南岸にあるため、昔から江南地域と呼ばれていたことに由来する。熊谷市との合併町院が締結され、2006年11月10日に総務大臣より告示された。これにより2007年2月13日、江南町は熊谷市に編入合併した。埼玉県北部の大外郡南端。 荒川の右岸に位置する。町北部は荒川の中石地帯にあり、町中央部は江南大地と呼ばれる、鉱石が一条にあり、町南部は引き丘流北端にあたる。中石地は荒川の氾濫源で、大地下部を投流する和田吉野川以北に広がり、部分的に階段級は深谷市畑山から江南町三本まで見られ、これより下流では、 中石地へ埋没していると考えられている。中石地との飛行差は1メートル前後で、断球歴層で構成されており、ローム層に被覆されていない。中石地は、現在土地改良が行われ、国葬地帯となっており、その中に、自然堤防上の備工地が点在し、集落が存在している。標高46から34メートル、荒川との飛行差9の12メートルを測る。 江南大地は、より一丁、金尾付近より、江南町を経て、熊谷市吉岡地区、大里地区に至る、東西1 7トル、南北3キロメートルにわたる幅狭な鉱石大地で、ある。江南大地は、大地の基盤となる、荒川中遺産球の発達した第三基層上に、秩父湖清掃を起源とする、砂礫層の上に、川本粘土層とされる、開白色の粘土層。 下部を新規ローム層に、また上部を南関東の立川ローム層に対比されている大里、と、ローム層と称されているローム層が堆積し、表層に腐食度が乗っている。第一の海抜高度は、 上流のより長ち持きち付近で140メートル、深谷市上本田付近で80メートル、大地末端にあたる熊谷市平塚新田付近で45メートルとなり、下流方向に次第に低くなっている。大地の北、東側は荒川及びその中石地に面し、飛行差10から15メートルほどの崖線で隠され、崖線下には和田吉野川が流れている。大地上には、 平地林が発達し、強小な海石国や埋没国が複雑に入り組み、その作用部及び開口部には、ため池が築かれており、独特な自然景観を醸し出している。引き丘陵は、外秩父山地から東方に、半島上に突き出した丘陵であり、北部は江南大地、南部は東松山大地、東部は吉見丘陵に接している。丘陵内では、高根山、 二宮山、大立山など標高を100メートル前後の山が、丘陵の西半分の地域に散在して突出した地形を作るが、全体的には100メートル以下の丘陵地形を作っている。丘陵内部には、市の川、滑美川及びその支流による解析が進み、広い谷底と大谷が発達している。この解析国は、北西南東あるいは南北の方向を持つものが多く、 これらの谷頭は、丘陵の北側に極端に偏り、分水嶺は、丘陵の北縁近くに偏在する。このため、丘陵北縁を投流する和田川の四国は、未発達となっている。江南町域においては、高根山から派生する丘陵と、滑川町泉地区から派生する二つの、本丘陵は、地質学的には、新生代第三基層に相当し、歴岸、砂岸、低岸、 業界岩等の五層によって構成されている。層女は、海より、前期中心夜に属する七号層、中期中心夜に属するおぞの層、荒川層、土地予層、後期中心夜に属する八木ー層となり、これらの中心層を不正合に覆って、後期中心に属する物見山歴層が分布している。埴輪踊る人々町の大地上から、旧石器時代や縄文時代の遺物が出土する。 全方向方墳2基を含む塩古墳群が所在する。埼玉県北部の代表的な古式古墳群である。20基以上の円墳からなる野原古墳群からは男女1体の踊る埴輪が出土した。合わせて90基以上の古墳が現存する。古代の武蔵国小薄間群に含まれ、出雲の伊波比神社は縁起式内社と伝えられる。また1227年名のある。 日本最古の痛みが残る。江戸時代には、汚市半領、幕府領、旗本領が混在していた。純農村地帯であったが、戦後第一条に工場が進出し、宅地化も進んだ。町内を鉄道路線は走っていない。鉄道を利用する場合、利用しやすいのは、JR 東日本上越新幹線及び、高崎線、秩父鉄道秩父本線の熊谷駅。塩群第一市。 軍に興奮。広報部から前方部を望む。ありがとうございます。